あ、男ですから。それくらいハンデがないとお話にならないですよ。ありがとうございます。ではレディーファイ。え、岩向こうから告ってきたら付き合ってあげなくもないけど。なんか馴染み深いワード。それはただの甘えです。好きなら自分から告るべきじゃないですか。向こうも同じ気持ちだったら永遠に結ばれないですよ。白金は少し傷ついた。石神は将来の展望はないのか。はあ、正直迷ってます。社長になるかニートになるか。恵まれた選択肢。うっしゃー。取れた取れた取れた。君の名は何。ちょっと女子駅だからチョイスしてんだよ。一周回ってオタクだオタク。お疲れ様です。思ってたのと全く違う。藤原先輩、ほらやると思った。そこまでして勝ちたいんですか。普通にせこい。息をするようにズルをする。録画しておいたんで後で送りますね。ああ、石神くんのことを嫌いな人は一人。一人だけ。よかった、僕のことを嫌ってなかったんですね。みんないい人だな。ハートのネックレスですか。センスいいじゃん。どうぞ。それじゃあ失礼します。この後どこ行く。どうしようかな。いや嬉しいっていうか、まあ嬉しいんだけど、好きな漫画のアニメが見れるってなればなあ石神。いや僕は見ませんけど。か、いや完全に好きでしょ。好きじゃないって。好きでしょ。好きじゃない。好きでしょ。好きじゃない。好きなはず。好きじゃないって。本当は好きなんでしょ、うん、あ、思ったより可愛いなこの人。これもらってくれますか。この学校の生徒の9割は文化祭でハートを送るということがどういう意味か当然のように理解している。しかし残りの1割は当然のように。これ欲しがってたみたいだし取れてよかった。会長会長、私石神くんのこと結構好きよ。ああ、僕も僕も。私石神くんのこと結構好きよ。ああ、僕も僕も。私石神くんのこと結構好きよ。え、めちゃくちゃ仲良くなってるじゃん。三角関係か。もし会長とツバメ先輩が。友達がいたからつい。あれ、二人とも彼と友達？うん。ユウは時々相談に乗ってくれて。あ、マキちゃんも。石神さんは頼りになるよね。まあ頼りになるかはわからないけど、いいやつよ。へえ。競争率が高い無謀な恋をしたのではないかと肝を冷やしました。でもあれくらいの人気ならばきっとイケメンで性格もいい人と付き合ってるんでしょうね。シネシネビーム、シネシネビーム、シネシネビーム、シネシネビーム。裏では。なんなんだあいつ。てめえにアピールできる。せっかくのチャンスを。シネシネビーム。ビームメガネ殿、ツバメ先輩にいいところ見せようって魂胆が丸見えなんだよ。だが団長とおさらぎが付き合っているとなれば話は変わる。現在こやつツバメがフリーの可能性が遠くの。来た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 。チャンス来た。先輩、フードにテープが。気にしないで、おしゃれだから。先輩、なんかめちゃくちゃ避けられてる。
絵だぞ絵、絵にいちいち特別な感情を持ったりしないから、そんなわけないでしょうよ。俺そういう気持ち悪い人と違うから。気持ち悪いって思ってたんですね。はあ、